回カルティバからですね、オモリグ専用のエギ、ドロフォーストロングポイントというエギが出ました。こちらです。何をもってオモリグ専用のエギというかというとですね、どうしてもやっぱりね、ゆっくりエギを見せたい、落としたいっていう時にですね、エギ自体をシャローモデルのように軽くしてしまうと、船釣りの特性上非常に波とか潮の影響を受けてエギが揺れてしまいます。ではゆっくり落とせるんですけども、エギが揺れた分今度はイカが抱かなくなる。それをですね、エギのウエイトをキープしたままゆっくり落とせるようにしたのがこの、ストロングポイントの特徴になります。じゃあ具体的にじゃあどうしたかというとですね、ウエイトをキープしたままですね、まず羽の量、ビッグウィング、通常よりも、1.5 から2倍の羽を使用することによって、沈下姿勢に入った時にしっかりブレーキがかかるようにしてあります。次にですね、このライドフック、通常の 2.5 号のエギに対してトランク大きいカンナを使用することで、こちらもですね、水の抵抗を受けてパラシュート効果でよりスローに見せることになったのがこの、ストロングポイントの特徴です。さらにですね、剣先イカみたいな非常に短足種の、身の柔らかいイカに対してですね、目切れしないように、ストレートの、こういう風な広角の針を使用することによって、ズル抜けとか目切れというのを最大限に防いでます。またですね、剣先イカといえば基本的に夜釣りが主流なので、ナイトをテーマにした、カラーラインナップを揃えています。メタハラや LED などのイサリビとか、あとは月明かりなど、本当に闇と光をテーマにして、魚のイカのスイッチを入れるようなカラーリングに仕上げたのがこのストロングポイントになります。どうぞよろしくお願いいたします。